市販されている特殊警棒。右は縮めた状態特殊警棒とは伸縮式の警棒である。材質は金属製が主だが稀に強化プラスチック製や硬質ゴム製のものも存在する。金属製についても一般的な煙棒形状の製品のほか全体または一部がコイルスプリングで構成されている製品が存在する。 収縮時の長さが20センチメートルを下回るなど、通常の警棒と比べて携帯性に優れていることから、世界各国で警察官や法執行機関職員、警備員などによって用いられている。メーカーとしては日本ではノーベル工業、台湾では t m、MM、m 社、アメリカではアスプ社、マナドノック社、キャスコ社が有名である。世界各国に 多数の製造業者が存在しているが、製品の強度や品質などはメーカーによって、玉石混行である。なお、現在の日本において、特殊警棒とは前述のノーベル工業の登録商標であり、一般名手としては、伸縮式警棒もしくは、伸縮式コシングと呼ぶのが妥当と思われるが、一般に、特殊警棒の故障が広く定着している。 現在の日本の警備業の業界用語では、警防のことを、警戒防と呼称している。このため、社団法人全国警備業協会発行のテキスト類では、特殊警棒のことを、金属性警戒防と表記している。また、日本の警察などにおいても公的な文書類では、特殊警棒のことを、特殊警戒用具と表記している。また、 稀にだがトンファー型の特殊警棒も存在している。一部のアメリカ合衆国の警察組織で採用されているほか、日本国内では自衛隊の刑務隊が自衛隊逮捕術の中に取り入れている。基本的には殺傷力の低い護身用具、保護として使われるが、扱い用によって相手を死傷させかねない、劣気とした武器ともなる。 警察官や警備員の警防装填では、使用に際しては、首から下の部分のみを狙うなど相手に与える打撃は相手を取り押さえるための必要最低限の打撃にとどめ、過剰防衛にならないようにするよう指導されている。日本においては、警察官や警備員が用いる警防の基準として、かつて長さ6 0トル以下、直径3トル以下、 重さ3 2 0ム以下の延防とすると、警察庁の規格が定められ、用いられていたが、治安情勢の変化に伴い、警察官の用いるものについては2006年11月から、規格が変更された。これに合わせて、警備員が用いるものについても、警備員等の護身用具の携帯の禁止及び、制限に関すると道府県公安委員会規則の基準についてにより、 企画が変更されている。日本の警察や警備会社に納入していないメーカー製の製品や外国製の製品の特殊警棒には前述の基準を超えた長さや重さのものも存在しており、日本国内でも護身用や防犯用という名目で一般向けに市販されている。これらのものは購入や単純所持自体は合法であるが、見たりに持ち歩いたり、 ご信用だけの理由などだと狂気を携帯しているとして、軽犯罪法違反や、狂気準備集合罪の疑いが生じる。そのために、警察への提出を求められたり、警察官の判断によっては、現行犯として拘束され、送検もしくは書類送検されることがあり得るので、日頃から誤解を招く行為や不審な行動をとって、職務質問などを受けるようなことがないように生活する。 ことが大切である。オランダなど一部の国では特殊警棒の所持は許可制となっているなど、日本よりも所持規制が厳しい国もあるこれらの制度、規制は国や地域によって大きく異なるので、海外旅行や海外滞在の際にご信用具として特殊警棒を所持しようとする際には、当該国、地域の制度を事前に熟知しておく必要がある。場合によっては、 言葉の通じない現地の警察に逮捕される危険性もある。ありがとうございます。